コースです。今回は弾むボールを作っていきたいと思います。早速スタート。まずは白の背景を作ります。次にシェイプレイヤーの楕円形ツールで丸を描きます。わかりやすいように位置は中央にしておきます。続いてコンテンツのグラデーションの塗りで立体的に仕上げていきます。グラデーションの種類は円形を選択して、今回は青色のグラデーションをつけていきます。濃い青色とそれよりも少し明るい青色でグラデーションをつけていきます。開始点と終了点を調整します。グラデーションの感じは好みでつけていきます。もう少し明るくすると立体的なボールが完成しました。続いてアンカーポイントをボールの下側に持っていきます。次に位置のキーフレームを打っていきます。今回は2秒で1回バウンドをする動きにします。まずはじめに一番下で1つキーフレームを打ちます。1秒後に一番高く上がるところに移動します。そしてもう1秒後に先ほどと同じ一番下の位置に移動させます。続いてグラフエディターを使って緩急をつけていきます。今回は最初は早く飛び出して一番高いところでゆっくりになるようなバウンドの動きを表現します。皆さんもグラフの形を参考にして挑戦してみてください。はい、自然なボールのバウンドの動きができました。続いてオプションとクリックでエクスプレッションを開きます。繰り返し同じ動作をする次のようなコードを入力します。はい、これで繰り返しバウンドをするボールのアクションができました。続いて地面に当たる時のボールに歪みをつけていきます。はい、次に3フレーズ進ませて縦に伸びる歪みをつけていきます。はい、こんな感じで縦に勢いよく飛び出すボールを表現します。次に8フレ後に通常のボールの形に戻します。はい、そして再び地面に当たる時に
横に歪ませます。ここで先ほど下側に打ったアンカーポイントが効果を発揮します。歪みに合わせて位置のキーフレームも調整していきます。はい、このようにボールの動きに躍動感が出てきました。次に歪みに自然な動きをつけるためキーフレームのイージーイーズを入れます。次に同じようにオプションクリックでエクスプレッションを開き、先ほどと同じように動きを繰り返すコードを入力します。はい、こんな感じで自然なボールの弾みが表現できました。次にボールに影をつけていきます。背景の 3D レイヤーをオンにして X 軸を回転させて地面を作ります。次に新規のライトをオンにします。シェイプレイヤーの 3D レイヤーをオンにしてマテリアルオプションからシャドウを落とすをオン、ライトを受けるをオフにします。ライトオプションをポイントに変えて、あとはライトを調整して影を作っていきます。影の調整が終わったらもう一つ背景に白を作って、はい、これで弾むボールの完成です。この動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録お願いします。